はい、よーい、はい、はい、あ、チューチューで、まあ空中で後出してあげるって感じでね。はいはい、そう、前グーグー前半ね、ストロークの前半をしっかり回して、で後半のプッシュもしっかりと回してあげるね。はい、そうそうそう、ここもテンポ上げてあげるようにね。はいはい、まあ、あくまでもこれはテンポアップなんでね。はいで、手は斜めじゃなしにまっすぐね、まっすぐチョップしていくというような感じね。はいはいそう、はいはいそうそうそう、はいで、しっかりあのチョップは空中出していくようにね、しっかりね、空中に手を出していくようにね。はい、回転力ってやつを鍛えてるから、そうそうそう、はい、そう、こういう感じだね。でプッシングの時もしっかりとね、あのキシャポッポするような感じで、はいはい、はい、しっかり、これはもうテンポアップなんでね、テンポ遅かったらあかんでね、もちろんトン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 ぐらいのテンポね、これを10回10回ね、いってます。で、例えば25フリーとかね、50フリーとかで、なんかちょっとピッチが上がりませんとかにね、いう時のアップとかにこういうのをね、ちょっと入れてあげるとだいぶ変わってくると思うんで、はいはい、あの感じね、竹先みたいな感じでね、トントントン、大きく速くね、大きく速く回してあげる、はい、大きく速くね。でこれ小さく速くじゃなしに、テンポアップの時でも大きく速くね、大きく速くしっかり回してあげると、非常に大きな、まあ、クロールとか泳ぐ時でも大きな泳ぎで、さらにテンポが上がるっていうようなね、感じの、体質になってくるんで、はい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 。